夜の森にやってきました。時期は8月末、最高気温33度ぐらいまで上がって、アリの結婚飛行にも適した気候でした。夏の終わりから秋にかけて結婚飛行を行うアリたちが何か見つからないか期待を込めて観察をしていきます。森の中を探索しているとこんなものを見つけました。白い土のようなものが、地表に盛られていますね。アリの巣のようです。この場所はよく観察するんですが、こういうものを見たのは初めてです。何か、地中から一気に地表に土を運び出したような感じですね。これは木の根元にありました。近づいてみると黄色っぽいアリが出入りしていました。フォルムは毛アリのようですね。黄色いタイプの毛アリの巣だったようです。黄色いタイプの毛アリといえば、この時期に結婚飛行を行う種類として黄色毛アリが、思い当たります。一気に地表に土が運び出されたような、場面からも、もしかしたらこの黄色毛アリが結婚飛行のために、巣口を広げているシーンなのではないかと思ったんですが、よく観察していると黄色毛アリにしてはワーカーが大きくて、何だろうということでちょっと調べてみると、このアリは、ヒゲナガアメイロケアリでした。アメイロケアリの仲間ですね。アメイロケアリは今結婚飛行の時期ではないので、単に巣外で活発に活動していたという場面だったみたいですね。これはこれで面白い場面でした。そして、今日一番の目的のアリの、生息地に到着しました。生息地に到着してすぐ羽アリの姿を見つけました。サイズが1センチちょっとあって、結構大きなアリです。そして、その特徴的な形から、今日目的としているアリだということがすぐに分かりました。ここでも見つかりました。これは森の、脇を走っている車道のところですね。このアリは今日の目的のアリ、アギトアリです。やっぱり今日は条件が良かったので結婚飛行を行われてたんですね。いろんな場所でたくさんのアギトアリの羽アリを見つけました。時刻はちょうど、夜の7時から8時の間ぐらいです。羽のついたアギトアリが多かったので、ちょっと前の夕方あたりに結婚飛行が行われたんでしょうか。林道や車道の地表面や、こういった石垣の、上ですね、こういった場所でたくさんのアギトアリが歩いていました。歩き方がなんか独特ですよね。他のアリとなんか歩き方の雰囲気が違う感じがします。足が結構長い感じですよね。それからアギトアリのこの顎がついた状態で、さらにしかも羽がついているというのもなんか不思議な感じがします。アギトアリの羽アリを見たのは、僕はこの日が初めてでした。羽のついたアギトアリを、ちょっと追いかけてみます。かっこいいですよね。なかなかこのアギトアリの、羽のついた女王というのを見る機会がないので、しっかりと見ておきたいと思います。あんまりこう走るのが速くないので、なんでしょう、結構追いかけやすい感じでしたね。そして、何匹もの羽のついた、女王を見つけるうちに、ついに今この葉っぱの下に隠れちゃいましたが、ちょっと葉っぱを、出てきました。はい、これ羽がないですね。はい、ついに羽を落とした、新女王を見つけました。アギトアリの新女王アリです。どうでしょうか。結婚飛行直後の新女王アリということで、決定的な瞬間ですよね。早く採集したいという気持ちを抑えてカメラを回しました。そしてこちらは、結婚飛行の日ならではの光景といいますか、アギトアリの新女王が毛アリの、群れに捕まっていました。毛アリはおそらくこれ林毛アリですかね。
もうほとんど動かないので、まあ、だいぶ弱っているか死んじゃってる感じですね。アギトアリに限らず、結婚飛行を行った日というのはまあ、こういった光景がいろんな場所で見られます。他の種類のアリに捕まってしまったり、クモや他の昆虫やもしくは動物などに、まあ、結構こういうふうに捕まっちゃうんですよね。まあ、このアギトアリも運悪く毛アリに捕まってしまいました。まあでもこれも自然の光景ですよね。つい見入ってしまいました。観察を続けていると、こういったものも見つけました。なんか羽のついた虫ですね。近づいて見てみました。これはおそらくアギトアリのオスアリではないかと思います。女王と全然違う姿ですよね。1センチはないんですけれども、これもある程度結構サイズがありました。結婚飛行の日ということでこういうものも見れて、とても面白い経験でした。この日アギトアリの新女王を何匹か採集することができました。タイミングが良かったですね。ラッキーでした。新女王たちはいくつかの飼育ケースに分けてこれから管理をしていきたいと思っています。まず、新女王を単独で管理をするというパターンです。採集したほとんどのアギトアリの新女王はこのように単独で管理をすることにしました。早速餌を与えて餌を食べてくれましたが、果たしていつ産卵を開始してくれるでしょうか。産卵から幼虫が孵化してワーカーが誕生するまでかなり時間のかかる種類なので、まあこれから果たしてどうなるのかというところですね。ちなみにシークスは、石膏巣を使っています。石膏の床面の上にクワガタマットを敷き詰めてある形ですね。気に入ってもらえるでしょうか。こちらは、2つ目のパターンで、多女王制にしてあります。新女王を同じケースに2匹入れているというパターンですね。アギトアリの、まあ、いろいろな情報を見ると、自然の中ではアギトアリは、女王が複数いるという、コロニー形態を作っているそうなんですけれども、新女王の状態で、まあ、この女王が複数いるという状態にしたときに、まあ、なかなかうまくいかないという情報も見たりするので、まあ、とりあえず控えめに、2匹だけという形でこのケースのみ、女王複数という状態にしてみました。同じケースに入れてからこの2匹の女王は時折、まあ、威嚇したり噛みついたりという行動が見られたんですが、まあ、ちょっと危ういですね、雰囲気だったんですけれども、まあ、しばらくしたら、落ち着いて噛みついたりはしなくなりました。まあ、ただ、どうなるのかちょっとこれもわからない形なので、まあ、経過をちょっと見守っていきたいなと思っています。そしてこちらが3パターン目ですね。こちらは、昨年採集したアギトアリの新女王から今年ワーカーが、2匹生まれたんですけれども、その直後に女王が死んでしまって、ワーカーと幼虫のみ取り残されたという状態になってしまった、コロニーがあったんですけれども、そこに新たな新女王を迎え入れれないかということで、まあ、今回採集した新女王を、試しに入れてみました。最初ですね、一瞬だけワーカーから の威嚇があったんですが、すんなり女王は、このコロニーの中に入ることができて、まあ、あたかも自分のコロニーかのようにすんなりと馴染んでしまいました。そしてこれ注目は腹部ですね。単独で管理している新女王と、先ほど出てきました2匹の、同居させている女王、どの女王と比べてもこの女王が一番腹部が膨らんでいます。まあ、これはワーカーとですね、同居することができたということで、まあ、例えば餌を分けてもらったりしているのかちょっとわからないんですが、ワーカーと同居させた女王が一番腹部が膨れたということで、まあ、ちょっとこれも何かの可能性を示しているんじゃないかなと感じています。
ともあれ、女王が死んでしまって取り残されてしまったこのワーカー2匹と、幼虫ですね、これらが、これからまたさらに生きていく道というのがつながってよかったなと感じています。女王はこちらもまだ産卵をしていなくて、これから秋を迎えますので、産卵が、これから始まるのか、もしくは越冬してから産卵が始まるのか、ちょっとこの辺も長い目で見ていかないといけないかなとは思っているんですが、楽しみに観察をしていきたいなと思っています。ということで、今回はアギトアリが飛んだ夜ということで、アギトアリの結婚飛行があった、夜の森の様子から、アギトアリの、羽のついた女王や羽を落とした女王、もしくはオスアリの姿、ケアリに襲われる、女王の姿など、自然の、様子を観察していきました。また、そこで採集できた、新女王たちですね、いくつかのケースに分けて、これから管理を、していきたいと思っているので、ちょっと、根気強くやっていかないといけないかなとは思っているんですが、これからの経過も楽しみに、していきたいと思っています。では、今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。